はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。町田市長選挙最終日です。今日これね、10時ぐらいに今収録をしているんですけども、今夜ペコと言われるものをやっています。夜ペコというのはですね、あの選挙活動でもうマイクを使って投票の呼びかけができるのは確かにこの20時まで、夜8時までなんですけども、この挨拶活動は日付が変わるまでできると、23時59分までできると、まあ、いうことで、もう助けをつけた本人はですね、もうこんばんはと、お仕事お疲れ様です、明日は投票日です、投票行ってくださいというですね、まあ、自分へのもう投票の一票くださいとかは言えないので、まあ、あくまでご挨拶とかですね、明日は投票に行きましょうと、そういうお声掛けを、もう本当深夜のギリギリまでやらせていただくということでね、今あの助けをつけているのがあの本人ですね。で、あの確認団体のチラシを渡ししているというような状況でございます。もうなんとはね、本当にあと2時間やりきって、もうあとはもう天命を尽くすのみということなんですけど、結構選挙というのはこの20時でマイクが終わった後もできることは意外とありまして、まあ、こういうふうに夜のご挨拶をしたり、この確認団体のチラシ、まあ、その政党のチラシですね、もう候補のチラシとか呼びかけはあの投票の呼びかけできませんけども、まあ、政党の政策チラシとか、これをあの23時59分までポストに入れ続けるとか、あるいは明日当日になってもですね、あの追い出し電話といってですね、あの投票の呼びかけはもうできないんですけども、あの投票行きましたかっていうお電話をかけることは何でしょう、ギリギリ合法と言われていて、まあ、本当選挙の世界ってね、いやらしいんですけど、そういうグレーなものがいっぱいあって、まあ、この当日の追い出し電話っていうんですけども、あのどうも何々です、投票行きましたか、投票行ってくださいというのは政府というふうに言われてますんで、まあ、こういうことをやる陣営もある。ちょっとあの私たちが明日やるかどうかわかりませんけども、とにかく選挙というのは本当に最後の最後までこうやることが結構意外とあって、あとね、私もやってたんですけども、投票日も例えばこのもうあの呼びかけはできないですけども、こういうオレンジのね服着てこううろうろして散歩するとか、で目について向こうから話しかけてきてくれれば世間話できますから、まあ、そういうこととかね、本当なんかね、もう最後の最後1分1秒まで掘り起こす方法っていうのをね、候補者も候補の陣営も考えているわけです。で本当この1週間ですね、まだ気が早いですけど、たくさんのボランティアの方来ていただいて本当ありがとうございました。あの維新のメンバーも本当協力してくれてですね、あ、まあ、そうした中でちょっとなかなか私も選対本部長として至らぬ点がたくさんあってですね、まあ、ボランティア来たのになんかなんでちょっとやることないじゃんとか、ちょっと時間が、まあ、ちょっとこうなんでしょうね、間延びしてるよとか、そういうことはいろいろあったと思うんですけども、まあ、とにかくまだ終わってませんので、私は23時59分までこの場所の候補と一緒に最後の1票まで掘り起こしたい、まあ、呼びかけはできませんけど、あ、ちなみにネットでの投票呼びかけは23時59分までできますので、この YouTube ではできます。なので今この日野市議会議員選挙、町田の市長選挙、市議会議員選挙、日本維新の会4名立候補しております。改めて日野市議会議員選挙では伊藤英明、町田の市議会議員選挙には尾関重太郎と矢口真央、そして町田の市長選挙、本当に明日ね、しびれる結果になると思います。もう分かんないですね、追い抜いたかどうか、うん、分かんない、まあ、相手は組織票が固い、でも明日はちょっと晴れるという予報もあるので、不動票でどれだけ、奥沢が取れるかということで、日本維新の会公認の市長候補奥沢隆博、奥沢隆博、まあ、東京初、大阪以外初の維新の公認市長、市長を目指して、誕生を目指して、最後の最後まで頑張りたいと思いますので、皆さんもあと2時間拡散できますから、ぜひインターネットでの呼びかけ、そしてお知り合いが町田市にいたら、市長は奥沢隆博とぜひ呼びかけいただきますようお願いを申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。最後ちょっとあれかな、市長に、市長候補に一言言いますか。じゃあ奥沢さん一言だけ、今最後の YouTube 収録してるんで、はい、明日が投票日であと2時間頑張りたいと思いますから、ね、最後の思いの丈をお願いします。はい、まあ、でも町田で今ガラガラです。町田今やっぱり変わろうとしてると思います。そのね、変わろうとしてるエネルギー、ぜひ私奥沢隆博に寄せていただきたい。ぜひいろんな人に声かけていただいて、よろしくお願いします。はい、あと2時間頑張りますんで、皆さんも最後まで一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。おはようございます。また明日。